僕はそのファイナルファンタジーの初代作品からあのリアルタイムですごく遊んでたんですね。でもう本当当時からそのドラゴンクエストとか、まあ、そういうあのロールプレイングゲームが大好き でその音楽も大好きだったんですよ。でもそれは、うん、中学高校ぐらいなんですけど、その時からもう将来こういう仕事したいって思ってたんですね。なんでまあ夢の存在だったんですけど、まあ、それが、まあ、実際に自分がやることになるっていうことですごく嬉しかったんですけど、ただやはり対策ということで、相当なプレッシャーも感じましたね。ファイナルファンタジー13 の, その世界観というのがまあ、近未来的というか、ね、かなり先進的な世界観だったの でそれでまあ、でかつその1曲でその、全ては表さなきゃいけないということで、オーケストラでありかつその、まあ、デジタルなものでありでかつ聴いて覚えてもらえる、そういう音楽は何かというのを相当深く考えて、作りました。今回は特にまあ、ストリーミングということで、まあ、いろんなジャンルとかいろんなレコーディングができるということで、まあ、ありとあらゆる多種多様な音楽が、散らばっているという形になっているんですけど、そうするとちょっと統一感が取れなくなったりとかする場合もあるんですよね。でそこでやはりモチーフをこうある程度絞ってやるといろんなサウンドでその飽きも来ないし、でも一本筋が通ってるっていう、そういうまあ、ゲームずっとやってて最後まで楽しめる形になると思って、まあ、そういうトータルディレクションをしました。